ワールドカップアジア最終予選 B 組で首位浮上、得失点差でサウジアラビアを上回る。サッカーの2018年ワールドカップ、ロシア大会アジア最終予選 B 組で28日、6大会連続の本大会出場を狙う日本が得失点差の首位に浮上した。タイに 4-0 で快勝して勝ち点16、得失点差9に。イラクを 1-0 で下したサウジアラビアが勝ち点16、得失点差8となり、逆転した。オーストラリアが勝ち点13で3位につける。日本は6月13日の第8戦で、勝ち点4の5位イラクと対戦する。A 組は勝ち点17のイランが1位、同13の韓国が2位。A、B 両組2位までが本大会出場権を獲得し、3位同士の勝者が北中米カリブ海4位とのプレーオフに回る。共同。